カフカはなぜ自殺しなかったのか、弱いからこそ分かること、柏木弘樹さんの本より抜粋してお届けします。言葉にすると肝心なものが失われる。このところ僕は自分についてあまり書き留めていない。多くのことを書かずに来た。それは怠惰のせいでもある。しかしまた心配のためでもある。自己認識を損ないはしないかという心配だ。この心配は当然のことだ。というのも書き留めることで自己認識は固まってしまう。それが最終的な形となる。そうなってもいいのは、書くことが全ての細部に至るまで最高の完全さで、また完全な真実性を持って行われる場合に限られる。それができなければ、いずれにしても僕にはその能力はない。書かれたものはその自律性によって、また形となったものの圧倒的な力によって、ただのありふれた感情にとって変わってしまう。その際本当の感情は消え失せ、書かれたものが無価値だと分かってもすでに手遅れなのだ。1911年1月12日、27歳、日記。少し難しいですが、ここはとても大切なことを言っていると思います。実は最近、言語隠蔽という現象が明らかになってきています。例えばこんな実験があります。事件の犯人の顔を目撃した人に、犯人がどういう顔をしていたか言葉で説明してもらい、その後で複数の顔写真の中から犯人の顔を選んでもらいます。すると言葉で説明しなかった場合に比べて、正しく犯人を選び出せる確率が格段に下がるのです。つまり顔を言葉で説明したことによって、顔の記憶が不確かになってしまったわけです。顔のすべてを言語化することはできません。大きな目とか高い鼻とか薄い唇などと、どんなに詳しく説明したところで限界があります。すると言葉にできたところだけが鮮明に記憶に残って、言葉にできなかった要素は記憶から消えてしまったり、不正確になってしまったりするのです。それが言語隠蔽という現象です。言葉にしない方が全体的な印象がそのまま残るので、より正確なのです。この現象は顔だけでなく、絵、色、音楽、匂い、味などでも起きることが分かっています。つまり言葉にしにくいものほど起きるわけです。自分の心の中で感じたこともそうです。喜びにしろ、悲しみにしろ、怒りにしろ、感動にしろ、なかなか言葉にはできません。もし安易に嬉しいとか悲しいとか言葉にしてしまうと、その言葉で捉えることができた感情だけが残って、その他の感情は風が吹かれた煙のように消え失せて、もう自分でもよくは思い出せなくなってしまいます。カフカが言っているのもそういうことではないでしょうか。つまりカフカは言葉にすることの危険性にちゃんと気づいています。多くの作家は言葉に絶望するところから書くことが始まるというようなことを言います。
例えばハロルド・ピンターは自分が評価しない作家について、この種の作家は明らかに言葉を絶対的に信頼していますというけなし方をしているほどです。ハロルド・ピンター全集新潮社。言葉への絶望の意味するところは、すべてを言葉で表すことはできないというだけでなく、言葉にしてしまうことによってかえって不正確になってしまう、大切なものを失ってしまうということを言っているのではないでしょうか。世の中の大体のものには言葉にできる要素、言語要素と言葉にしにくい要素、非言語要素があります。配分はそれぞれに違いますが、つまり世の中の大体のものについては多かれ少なかれ言語隠蔽が起きるわけです。例えば紫色の正方形のハンカチがあったとして、正方形のハンカチということは完全に言語化できますが、その紫色がどのような微妙な色合いであるか、その手触りがどのようであるかなどは完全には言語で表現することができません。語り得ぬものについては沈黙しなければならないとウィトゲンシュタインは言いました。しかしそれでも何とか言語を用いて言葉にできないものを表現できないか、それを追い求めるのが小説を書くということなのでしょう。言葉に対する不信と絶望を前提にしなければ、作品に自己の全存在をかけるなどという無謀な決意も生まれてくるわけがないのである。安倍公房全集20新潮社。カフカもまたそうした作家の一人であることがこの日記の言葉からも伺われます。なお言語隠蔽は作家にとってだけ重大なわけではありません。私たちの日常にも大きく関わっています。例えば恋人のどこが好きなのかを言葉で説明すると、説明しなかったカップルに比べて半年後に別れている率がとても高かったという驚くべき実験結果もあります。愛情というのは言葉にできない微妙なニュアンスをたくさん含んでいるのに、それを言葉にしてしまったために言葉にできたところだけが残って、その他が消えてしまったのでしょう。私のどこが好き？などと聞くのはとても危険なことがわかります。あるワインを飲んで5分後に4種類のワインの中から同じワインを選ぶという実験でも、最初のワインがどんな味だったか言葉で説明してしまうと正解するのはとても難しくなるそうです。またゴルファーに自分のショットについて言葉で説明してもらうと、その後の成績がガタ落ちになるそうです。体の動きというのも言葉で全て説明することはできませんから、言葉にするのは危険なのでしょう。逆の例ですが、これは私自身が目にしたことです。いろんな人が自分の好きな本を紹介するという会に出席したのですが、紹介者のうちの何人かが自分の人生を大きく変えたほどの影響を受けた大好きな本について、ほとんど言葉で説明することができませんでした。ご自身でもなぜだろうと戸惑っておられました。これには私はとても感動してしまいました。大好きであり理解が深いからこそ言葉にできないのだと思います。絵画を見たり
本を読んだりした時、私たちはそれをすぐに言葉にしようとしてしまいがちです。絵画を前にして何も言えない人より、その絵の良さや自分の感動について言葉で説明できる人の方が理解が深いように思ってしまいがちです。しかし本当は、言葉にはできない感動こそが芸術の一番肝心なところです。ただ好きというだけでもやもやしていて言葉では説明できない、恋愛でも文学でもそういう状態がとても大切です。はっきりつかもうとしないことで、かえってちゃんとつかめているのです。小説家は言葉を使って言葉にならないものを表現しようとし、読者は言葉を読むことによって言葉にならないものを受け止める。それが小説というものなのかもしれません。